シスプラティーナ戦争とは、バンダオリエンタルをめぐって、リオデラ・プラタ連合州と、ブラジル帝国との間に起きた戦争である。独立後のラテンアメリカでは、初の本格的な域内戦争となった。ブラジル戦争、アルゼンチン・ブラジル戦争とも、ラプラタ・ブラジル戦争と呼ばれることもある。1811年、バンダオリエンタルで独立運動が起きると、 ホセ・ヘルバシオ・アルティガスによってこの州はリオデラ・プラタ連合州の連邦派の拠点となり、アルティガスは連邦同盟の拠点としてバンダ・オリエンタルを東方州に再編した。しかし、東方州は1816年からポルトガル軍により侵攻され、1820年にアルティガスがタクア連邦で敗北すると以降は完全に占領してしまった。1821年に 東方州は、反、アルティガス派の現地加藤支配層の協力などもあり、ポルトガルによって、シスプラチナ州と改名され、ブラジルが独立した後は、ブラジル帝国最南部の州となった。33人の東方人の近いラプラタ連合州に亡命していた東方州の人々は、ブラジル帝国からの解放と連合州への加盟を望んでいた。また、連合州内部でも、 特に旧連邦同盟を形成していたリトラルさん、州を中心に東方州の奪回を求める声は強かった。しかし、中央政府が不在では奪還は不可能だという声が上がり、各州の妥協によって1825年1月の基本法により、ブエノスアイレス州が外交権を保持することを認められた。1825年4月、 フアン・アントニオ・ラバジハ将軍は33人の東方人を率いてシスプラチナ州と改名されていた祖国に潜入しゲディラ戦を開始した。この戦いは次第にバンダオリエンタルの人々の支持を集めモンテビデオを占領する頃にはその数は3000人にも達していた。モンテビデオ占領後ラバジハ将軍は同年8月にマヌエル・オリベイフルクトオス・オソリベラらと共に独立と アルゼンチンとの連合を宣言すると、10月に連合州の議会は、この提案を受け入れ、激怒したブラジルは12月にこの戦いを支援していた、ラプラタ連合州へ宣戦線を布告した。戦争が始まるとすぐに、ドンペドロ一世は海軍を用いて、連合州のモンテビデオ港とブエノスアイレス港を封鎖し、アルゼンチン海軍の基地は、カルメンデ・パタゴネスに移転した。 1827年、ブラジルはアルゼンチンに対して、より一層の封鎖を強くするために、カルメンでパタゴネスを襲撃するものの、これは現地市民の抵抗により失敗することとなった。1825年11月に国名をアルヘンティナと改名していたラプラタ連合衆は、翌1826年1月に、ブラジルに宣戦線布告する際に、 戦争を遂行するには強力な中央政府が必要だということで、翌2月に大統領制が導入され、アルゼンチンではかつてブエノスアイレス州知事を務めていたベルナルディのリバダビアが初の大統領となって戦争を指導した。リバダビアは国内を固めるために中央集権憲法を制定し、首都令を出してブエノスアイレス州を連邦直轄の首都にしようとしたが、 この試みは裏目に出た。国内の多くの州が中央集権主義には会議的だった上に、ブエノスアイレス州を連邦の首都とすることは、連邦に港を奪われる、ブエノスアイレス州の権益を著しく奪うことになるからだ。結局フアンマヌエル・デロサスをはじめとする連邦派、カウディ城をはじめとして、国内のほぼ全ての階層がこの二つに反対すると、 1826年憲法の批准は国内のほとんどの州によって拒否された。所詮においてブラジル軍は敗れたもののアルゼンチン内部の統一派と連邦派の対立などもあって1826年11月にはモンテビデオを奪回し、さらに1827年1月にブエノスアイレス攻略のために軍を差し向けた。しかし、 1827年2月にイツサイン号の戦いで大敗すると以降は主勢に回ることとなった。しかし、上述のようにアルゼンチンが揺れる中、後がなくなったリバダビアは1827年5月に選挙区を有利に進めていながらも東方州のブラジル貴族を認める講和条約を結び、結局この屈辱的な講和条約への反発が引き金となってリバダビアは、 翌6月に失脚し、8月には中央政府も消滅した。こうして以降は、ブエノスアイレス州知事マヌエル・ドレーゴが戦争を継続し、ラバジェ派は勝利し続け、1828年の和平直前には、フルクト・オソリベラがブラジルに占領されていた東ミシオネス州を占領することになった。戦争はアルゼンチンとブラジル双方に、 そしてこの地域に対して商業的な優越を持っていたイギリスにとっても大きな損害を与えたため1828年にイギリスとフランスの朝廷によってリオデジャネイロで和平会議が開かれたアルゼンチンが国際河川ラプラタ川の両岸を領有することを嫌ったイギリスの強い圧力によってアルゼンチンは ブラジル帝国と1828年4月28日にモンテビデオ条約を結びバンダオリエンタルはウルグアイ東方国として独立することになった。しかし新しくできたウルグアイにおいて連邦主義的な傾向があったラバジェ派は大統領にはなれず1830年に制定された憲法においては自由主義者で親ブラジル派のフルクト・オソリベラが 初代大統領に選出された。干渉地帯として独立したウルグアイだったが、独立後はアルゼンチン、ブラジル両国に支援を求めた保守派と自由派の間で対立が進み、このことは後に大戦争やパラグアイ戦争につながった。また、アルゼンチンでも連邦派と統一派の対立は進み、連邦派だったブエノスアイレス州知事マヌエル・ドレーゴが、 東方州の奪還に失敗したことを責められて、帰還兵のフ安ン・ラバージェによって1828年12月に殺害され、その後ラバージェが自ら、ブエノスアイレス州知事に就任すると、連邦派と統一派の内戦はより一層の激しさを増した。この対立は、フ安ン・マヌエル・ゲロサスが勢力を握るまで続くことになる。結果的に最も大きな利益を得たのはイギリスだった。 この戦争でイギリスは戦略上重要なラプラタ地域にて後に自由、貿易地帯を手に入れることにつながる成功を多少なりとも遂げたのである。ありがとうございます。